この独善的な納車方法を押し通してくるのか。どうもこんにちは。今回はテスラが新型モデル S の納車大幅遅延に対してその該当オーナーに謝罪のメールを送信しましたが、しかしながら以前から予約をしていたオーナーよりもその110万円も値上げされた直近に予約したオーナーへの納車を優先するばかりか、その以前から注文していたオーナーに対してより早い納車のために110万円も追加で支払わせようとするという衝撃的なセールス方法もリークされているということについて、そのテスラの販売方法およびその納車戦略を徹底的に批評していきたいと思います。まず今回の新型モデル S に関してですが、テスラが今年である2021年の初めにその登場を予告し、現行型であるレイヴンをさらに進化させたプラットというモデルとなり、特にそのパフォーマンス性能を大幅に向上させるために搭載モーターやバッテリーパックを含めたドライブトレインを刷新し、まずはその最新のモーターを搭載することによって時速100キロまで加速するのにかかる時間がなんと 2.1 秒と市販車最速の加速性能を達成すると主張しながら、さらにその驚異的な加速性能をトップスピードである時速322キロまで維持するためにその最大トルクがほぼ落ちないという既存のスーパーカーでも考えられないほどの圧倒的なパフォーマンス性能を達成することに成功しているのです。さらにそのようなパフォーマンス性能をサーキット走行時においても最大限発揮するためにバッテリーパックの冷却機構を改善し、それによって現行型のレイヴンにおいて問題となっていた度重なる高速走行によってバッテリー温度が上昇しきってしまい、その出力を制限せざるを得ない、いわゆる熱だれ問題を解消することに成功しているとも説明していますので、今回の最新型、特にそのパフォーマンスグレードであるプラットグレードの実際のサーキット走行時におけるパフォーマンスについても非常に期待することができるのです。そしてその最新型のモデル S に関しては今年の2月中には実際の納車をスタートするとアナウンスしてはいたのですが、その後3月中の納車、4月中の納車などなど複数回にわたる納車のタイムラインのプッシュによって一体いつになったら実際の納車がスタートするのかと特にそのオーナーの間で話題となっていたのですが、ついに6月中にもその納車イベントとともに実際の納車もスタートし、いよいよその納車体制が一気に拡充すると考えられてはいました。しかしながらその納車イベントの後に関しては最新型のモデル S の納車がほとんど行われておらず、実際問題として多くのメディアがその納車待ちのオーナーからの納車遅延に対する不満を報道していて、以前の動画で詳細に解説している通り、実はこのさらなる納車遅延に関してはその最新型のモデル S のプラットグレードにおいて発火事故が発生してしまっていて、8月現時点においても未だにその出火原因については調査中ということになっていますが、その納車の一時停止という動きというのがこの一連のプラットグレードの火災案件によってさらに安全性を再確認していたのではないか。実際にモデル S の納車遅延の理由を説明した以前のイーロン・マスクの発言においても冒頭説明したようにバッテリーパックの冷却機構をはじめとするバッテリーパックのデザインの刷新を行ったことによってその安全性を再検証しているという趣旨の発言をしていたのです。またテスラの納車台数を精度高くウォッチするインフルエンサーによると、その納車の一時停止から再開した後においてもこのようにその納車台数は低水準にとどまっているというのが8月現時点での最新動向であり、要するに今年の2月中に納車をスタートするとアナウンスしていた最新型のモデル S に関しては半年以上が経過した8月現時点においても様々な要因が重なって未だに本格的な量産には至っていないという状況であるわけなのです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、まずその納車が間近となることを示す車両識別番号が割り振られ、一度はそのオーナーの注文ページに表示されていたのにもかかわらず、なんとテスラ側が無断でその車両識別番号を消去し、その納車予定時期も白紙撤回してしまうという事態となっていて、つまりすでにその納車時期が確定し、そのスケジュールが個人の購入ページに表示されていたのにもかかわらず、テスラ側が何のコミュニケーションを取ることなく勝手にその納車スケジュールを削除してしまっているという、通常の自動車販売にかかわらず顧客に何か物を売るという商売においても極めて非常識な対応であり、さすがにこのような対応に不安を示した最新型モデル S のオーナーの15人以上が連名でこの一連のテスラ側の不誠実な対応について改善を求める抗議文を提出している事態にまで発展してしまっているのです。まずこちらの一連の対応に関してですが、テスラを擁護するわけではないですが、やはりテスラのアジャイル的な販売戦略上、確かにその納車時期が延長されてしまうということは致し方ないとは思いますし、逆にそのような販売体制によって車両のコストを抑制することにつながっていたりと、それによってむしろその納車時期を柔軟に対応することができるというメリットも存在しますので、一概に非難されることではないとは感じます。
しかしながら今回のようにテスラの慣例でもある車両識別番号が表示されてから、さらに納車予定時期すらも表示された後にもかかわらず、そのオーナーに一言入れるわけでもなく、独断で勝手にその納車時期をリスケするばかりか、その車両識別番号およびその納車予定時期を削除してしまうという行動というのは、全く擁護できる行動ではなく、こちらはテスラに肩入れする記事が多い電気自動車専門メディアであるエレクトリックでさえ、そのテスラの姿勢を痛烈に批判しているくらいとなっています。そしてテスラに関してはこのような抗議に対して反応を示してきたということで、そのテスラ側のメールの内容というのは、最新型のモデル S の納車時期のアップデートに関してその対応に不備があったことを認めて理解を示し謝罪を行ってきたということで、今後その実際の納車予定時期については精度高くアップデートするために努力するという趣旨のメール内容となっていて、まずこちらのメールに関しては実際のオーナーから指摘された問題点をしっかりと認めて、その該当オーナーに対してしっかりとコミュニケーションを取ってきたことになりましたので、まずはこの対応を評価することができると思います。しかしながらこのような対応とは裏腹に、テスラ側の異常とも呼べる顧客対応が明るみともなってしまっていて、こちらは先ほども取り上げた基本的にはテスラに肩入れすることの多い電気自動車メディアであるエレクトリックが報じてきている内容によると、このテスラからのメールが配信された後にもかかわらず、8月中に納車予定だった最新型モデル S オーナーの納車予定時期がその事前説明なしに勝手に10月にプッシュされてしまっているそうなのです。また最悪のケースの場合ですと、何人かのオーナーはこちらもテスラからの事前説明が全くないままに、その納車予定時期がなんと来年である2022年の2月までプッシュされてしまっているということで、最悪の場合2021年の1月に注文したオーナーは2022年の2月までさらに待たされてしまっているという事態に発展してしまっているわけなのです。さらにツイッターを覗いてみると、昨年である2020年の9月20日、つまりテスラがモデル S のプラットグレードの予約ページを最初に開設したその日に注文したまさに初期のオーナーに関しては、なんとその納車予定時期が2022年の2月という表示となってしまい、しかも最も問題であるのが、そのオーナーの近所に住んでいる同じく最新型モデル S オーナーについては、それよりもずっと後に注文していたのにもかかわらず、すでに納車が完了してしまっているという明らかな不公平が生じている状況ともなっているわけなのです。繰り返しとはなりますが、確かに昨今の半導体不足の影響をはじめとして、今回のテスラにかかわらず自動車メーカーは様々な理由でその納車が大幅に遅延してしまっている状況であり、実際にそのテスラの発売しているミッドサイズ SUV であるモデル Y の競合車種であるフォードのマスタング・マックイに関しても全く同様にその納車が6週間程度も遅延してしまっていますが、こちらはフォード側からの正式なメールが届き、その納車遅延の理由を明確に説明するばかりか、その追加の納車遅延に対して250kWh、航続距離に換算しておよそ 1500km 分の無料充電特典を付与するというアディショナルな対応を見せるなど、いずれにしてもその納車を待っているオーナーに対してなぜその納車が遅れてしまっているのかをしっかりと説明しているという点において、テスラとは全く異なる対応を取っているわけなのです。そしてここまでのテスラの一連の対応だけではなく、今回個人的に指摘したいテスラの納車遅延における衝撃の対応というのが、全く同様にエレクトリックによれば、なぜ当初から注文しているオーナーよりもその後に注文を完了させたオーナーの車両を優先して納車しているかの理由に関して、その車両価格の差によって対応を区別しているのではないかという理由を伺っていて、というのも実は今回のモデル S、 特に上級グレードであるプラットグレードについては6月10日の納車イベントの前日に突如1万ドル、日本に換算して110万円もの大幅値上げを断行してきたということで、つまり6月9日以前に注文したオーナーと9日以降に注文したオーナーとで支払い金額に大きな差が生じているわけなのです。その上でテスラ側がその値上がりした後に注文した、つまり110万円も余分に支払いを行っているオーナーに対して優先してモデル S プラットの納車をスタートさせ、逆に以前から注文しているオーナーに対してはその分納車が遅れてしまっているのではないかと指摘していて、実際問題としてその以前に注文を完了させていたオーナーに対して110万円も余分に支払えばより早い納車を完了させることができるとさえコンタクトが図られているそうであり、こちらが仮に信じてあるとすれば、そのテスラのオーナーに対する姿勢は一発アウトであり、通常テスラに好意的な立場を表明することの多いエレクトレックをはじめとする電気自動車メディアでさえ、こちらは明確に非難の立場を表明していたりもします。
いずれにしてもこのような一連のテスラの最新モデルであるモデル S の納車遅延におけるその対応については、本動画においてはその初期から繰り返し指摘していることではありますが、明らかにオーナーとのコミュニケーション不足によるものであり、特に車両識別番号および納車予定時期を一方的に削除し、しかもその納車予定時期を大幅に延長してしまうというのは、ただテスラ側の都合によるものであり、少なくともその該当オーナーに対してしっかりとその経緯を説明、特になぜその納車が遅れてしまっているのかという理由をしっかりと説明することは、商売において最低限求められることであると感じます。またすでに以前から注文を完了させているオーナーの車両よりも、なぜかそれ以降に注文を完了させてしまっているオーナーの車両の方がその納車予定時期が早いという状況というのは、そもそも何のために早くから手付金をしたらいい、注文を完了させたのかがオーナー側からしてみれば不公平にしか感じられないと思いますし、特にその納車予定時期が確定していたオーナーであれば、既に現在所有している車の売却を済ませていたり、新たな保険への加入やローンの返済など様々な予定が狂ってしまうわけなのです。しかしながら、それと同時に以前から予約を完了させているオーナーではなく、余分に金額を支払っている後発で注文しているオーナーに対して優先して納車を行うだけではなく、しかも以前から注文を完了させていたオーナーに対して納車時期を早める代わりに余分にその金額を支払うようにするという行動が仮に真実であったとした場合、さすがに用をするに値せず、特に当初から注文を完了させていた熱狂的なテスラオーナーに対しての背信行為であるとも感じますので、果たしてテスラ側がこのような批判に対して今後どのような対応を行ってくるのか、テスラ側が今回の世界最高の性能を誇る電気自動車を誠実に販売するために既存オーナーに対してその納車遅延の理由をはじめとしてしっかりとコミュニケーションを図ろうとするのか、それともそのようなロイヤリティを裏切るような形でこの独善的な納車方法を押し通してくるのか、テスラの賢明な判断に期待したいと思います。テスラ、いってらっしゃい。